皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は二の国2レバナントキングダムのファミ通紹介をしていきたいと思います。ではストーリーを説明します。あなたは王になれるか。ある日少年は王様になった。現実世界に似た一の国とは別の場所に存在するもう一つの世界、二の国。そこは全く異なる世界が存在していた。本作の舞台は二の国に古くから存在するゴロネール王国から始まります。この国には猫の風格をしたニャウ族、ネズミの風格をしたマーウ族、人と何ら変わりのない人族の3つの種族が生活を共にしています。ニャウ族の王が国を治め、種族は異なれど平和に暮らす王国なのでありました。しかしラウゼ王の死とその後に起こるマーウ族の大臣中大院のクーデターによって状況は一変して、ニャウ族の次の王となるはずだったエヴァンは追われる立場となって、長きにわたるニャウ族の王権は終わりを迎えました。このクーデターに巻き込まれることになったのはエヴァンだけではなく、一の国から突如飛ばされてきたローランという青年がいます。彼は異世界の戦乱に巻き込まれながらも、目の前で混乱するエヴァンに生き延びろと勇気づけて、そしてもう一人が、中女アルフィニーです。亡命の最中、エヴァンは母親代わりであるアルフィニーとの別れの際に、王になってほしいという彼女の言葉を胸に刻みつけました。その約束を守るために生きる選択をしたエヴァンは、王になるために新しい国エスタバニアを作ることを決意しました。また一の国に戻る術もないローランも、そんなエヴァンの姿に惹かれて、この国で生きることを決意しました。二人はアルフィニーとの約束を守るために、まずはどの国にも属してはいない守護神を探して、王の契約をするために旅立ちます。この作品は少年が偉大な王となって巨悪を打つまでを記録し記した物語であります。国を作るために旅する王道 RPG、 仲間を増やして広大なワールドマップを旅する王道 RPG でありながら、本作ならではの特徴として国作りの要素が存在します。国を作るという壮大な要素は物語に関係するだけでなく、エヴァンが旅を通じて人々と出会って国民を増やして、さまざまな国の問題を解決するための国力を徐々に蓄えていく重要な要素にもなっています。出会うもう一人の主人公とも言うべき一の国からの蓬莱者のローランと出会ったエヴァンは、共に国を作る冒険へと旅立つことになります。戦う、剣や魔法での攻撃に加えて、クニャと呼ばれる精霊たちとの連携や武器のスキルを駆使したアクション性の高いバトルを展開します。発展する、人々をスカウトして国を発展させて冒険を有利にする研究もできます。集まった人々をリーダーにして大軍と戦う進軍バトルもあります。では続きましては、エヴァンも知らなかった広大な世界へ。発売直前濃密インプレッション。魔法とは旅である。この言葉は前作二の国シリーズに登場した魔導書マジックマスターの冒頭に記された言葉です。 RPG という遊びは念入りに準備をして出かける旅に似ています。シリーズ最新作となる二の国2をプレイし始めて感じたのは、本作は異世界の旅を体験できる極上の作品なのではないかという気配でした。というのもエヴァンが王になって実際に世界を旅しながら国を大きく していくにつれて、エスタバニアで体験する困難や喜びが自分のことのように感じられてきます。王国には旅で出会う人々をスカウトしていきますが、クーデターでゴロネール王国を追われた女中アンニャとの
アンニャと旅先でばったり再会できた時は無事だったと感じたほどに国づくりの旅に没入していました。また進軍バトルでもでエスタバニアを脅かす山賊と戦った時も非常に胸が高まりたそうです。各部隊のリーダーも自分がスカウトして見知った人材を配属するのだから愛着がすごい。こんな風に、こんな風に本作ではゲームで体験する冒険と国づくりと進軍バトルという各要素が混然 一体となった独自なプレイ感覚で自分が異世界で出会う人々と共に理想の国を作っているという達成感をもたらすものでした。とある問題に苦しむ国の問題を解決してその国の長と同盟を結び共に守ろう二の国をと意志と共にできた場面では年のせいかストレートなかっこよさに涙が出たそうです。マジックマスターにはいがみ合う兄弟が協力して一つながりの笛を作り上げることで通じ合えたという伝説が記されていたのを思い出します。このとわのようにエヴァンとローランは二の国を旅して全ての国を一つなぎにできるのかもう他人事ではなく気になってついついプレイをやめられない今日のところだというのが一の国の男富士急さんですね。アクションで発展するバトルのテンポも心地よく連続する戦闘でも冒険気分が途切れません。遠近の攻撃やスキルを駆使することでレベル差のある強敵も覆え込めるほどの立ち回りが可能でした。まあそんな感じですかね。まあ多分ここまでですかね、今回説明できるのは。まあ他にもあることはあるんですけどね、ちょっと長すぎますね冒頭が。まあ結構ちょっと無理そうですね。30秒じゃあと残りのこれが話すの無理そうです。ちょっと次回に回そうかなと思います。その代わりあれですね、ちょっとその代わりちょっとあれですね、フリートークでもします。まああれですね、こういういろんなボスとか国づくりが押しながら RPG の要素を作るみたいな、なんかあれですね、マインパーツとかと RPG が合体したようなそんな感じですね。まあそんな感じにのゲームですかね。まあすごいシステムになったなと。あとキャラクターボイスもなかなかに豪華という、まあそんな感じで今回はこの辺で二の国2レバナントキングダムのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。